こんにちは、簡単 DIY マンチャンネルです。で今日はですね、このリバーシブルのランチョンマットを作っていきたいと思います。で、ど素人の私でも超簡単にできたので、ぜひ皆さんも作ってみてください。で、どのぐらい簡単かっていうとですね、ミシンの糸通しにつまずいてミシンを買って3年、放置した私が作れるぐらい簡単です。直線縫いだけなのでね、ミシンを今回使うんですけど、手縫いでやってても同じようなやり方でできると思うので、ぜひやってみてください。用意したのはこの2枚の布です。縫い代は1センチずつ取ってあります。で、縦が、出来上がりサイズが25センチ、横が35センチなので、この切った布は縫い代1センチずつ取るから横が37センチ、横がね37センチ、縦が、27センチ取ってあります。で、これを、リバーシブルになるように合わせていきたいと思います。で、生地を中表にしていきたいと思います。この生地の柄を、柄のこの表面、こっちが裏、こっちが表で、この表を、こういう風に中に入れるようにして、表と表を、重なり合わせていきます。まあね、ミシン普通にやったことある人は全然わかると思うんですけど、でもね、本当の初めてミシン触ったぐらいの人はわかんないかなって思うので、ちょっと丁寧に説明していきたいと思います。で、ここを、1センチずつ縫っていくんですけど、返し口が必要なので、返し口をここに、そうですね、まあ8センチぐらい開けとくと、大丈夫だと思うので、ここの8センチは縫わないで、あと1センチずつシューってミシンで縫っていきます。ここの返し口をチャコペンでこういう風にね、8センチ開けたところ印をつけました。で、できたら、こういった布の端をクリップで挟んで留めていきます。で、待ち針で留めてもいいんですけど、待ち針だとこうね、こういう風になるから布がね、よれちゃったりとかして、布のがずれちゃったりするんですよね。だからこういうクリップで留めるとやりやすいです。本当はね、手芸店に行くと、そういった専門のもの、クリップ小さいの売ってるんですけど、私は持ってないので100均のこのね、洗濯バサミみたいなもので挟めていきます。で、この木のやつとか持ってなかったら普通の洗濯バサミで大丈夫ですので、そういったものを掴んで挟んで固定していきます。縫い代1センチで縫っていきます。で、糸の色は裏返しちゃうので、ここの最初に縫うところの糸の色はそんなに気にしなくて大丈夫です。で、針を刺して、で、返し縫いを最初に私の場合はして、で、縫っていきます。で、これで一周ぐるっと縫い終わりました。で、アイロンを、つけていきます。アイロンは当たり前ですけど水をちゃんと入れて、で、そしてですね、縫い代を割るっていうのはね、どういうことかっていうと、私結構 YouTube 最初なんかミシン買いたての時に見てるの
分かんなかったんですよ、正直。だけどここを開いてでアイロンかけていくっていうことですね。なんかミシン本当に買いたての時は YouTube 見ても全然分かんなくって、なんていうかやっぱり動画出してる人って専門の人が多いので本当にしっかり丁寧に説明してくださってるんですけど、専門用語本当ね分かんないんですよねだから今回はね、初心者の本当に、ね、私みたいな人でもできるような感じになってるんじゃないかなって思います。ここを一周していきます。でなんでこういう風に布を割るっていうことをするかっていうとですね、ここの、返した時に、なんていうかこうボテッとしないというかね、まあ出来上がりが綺麗になるっていうことなんですけど、あとはね、返し口のところから返した時に返し口を返し終わった後、ミシンでその場所を後で縫っていくんですけど、そこをね、なんていうかどの程度のね感じで裏返して縫っていけばいいかちょっと分かんなくなるんですよね。だけどこういう風にアイロンをつけていくことによって、あ、ここら辺で縫っていくとまっすぐできるなっていうのが分かるので、アイロンはね結構大事かなっていう風に思います。で私もでアイロンなんていちいちかけてられないと思って、最初はアイロンかけないでミシンやったりしてたんですよね。だけどそうするとやっぱりね、なんていうかどっか違うっていうか、やっぱりこう YouTube、 いろんな YouTube 見ててもアイロンかけてのありきの動画が多いので、なんていうかそれもね一つのね大事な工程なんですよね。でそれを飛ばしちゃうとやけど注意します。でそれを飛ばしちゃうと例えばここに紐通しの穴を作った時とかにもここがピロピロしちゃってるとほつれて出てきちゃったりとかするんですよね。だけど穴じゃない、ここをちゃんと割ってあげることによってこのね縫った後に布が、ね、まあ、これはランチョンマットだから紐通しはないんですけど、縫った後に後で布がこう出てきたりとか、紐と一緒にね、そういうことを防いだりするんですよね。だから私の YouTube もそうだけど、他の人の YouTube を見て真似する時とかもアイロンをしている動画であれば、それはなんか飛ばさないでちゃんとやった方が綺麗にいくと思います。これも一つの自分としてですね。ここはね、なんか割ったけどなんか綺麗に割らさなかった。で、これで一周全部割り終わりました。で、これ一周全部できたのでここを、返していきます。返し口からね、返し口がどこだったっけ、あ、ここだ、ここですね。これを、裏返しに返していきます。返していくと表がこういう風にね
してあげます。だいたい裏返したら、アイロンをまたかけていきます。で、ここのところ端のところを押さえて、アイロンかけます。で、押さえミシンを最後していきます。で、アイロンかけていきます。一緒に返し口も閉じちゃいます。さっきのここのスペース空いてきたとこですね。糸の色は、この場合だと白でもピンクでもいいと思うんですけど、私はこれは白でやっていきます。で、アイロンをかけてるので、すごく縫いやすいですね。まだまだミシンやり始めて間もないのであれなんですよね。だから集中力がね結構必要になってきます。これで一周ぐるっと縫い終わりました。で、あとはこういう風に縫ったところの糸をハサミで数箇所切っていきます。ランチョンマットが完成しました。クマさん柄とリボン柄とリバーシブルになっていて、いい感じでできたんじゃないかなっていうふうに思います。で、そうですね、今回ランチョンマット DIY したわけは、このテーブルをね
リメイク DIY 今後していきたいと思うんですよ。でもですね、テーブルをその DIY した後に汚れちゃったらすごいショックじゃないですか。またやり直しみたいな。だからぜひね、テーブルを大切に使えるようにするためにランチョンマットを今回作りました。で、最初ね、カフェトレーとかも作りたいなって思ったんですけど、やっぱりドライ電動ドリルがね必要になってくるんですよね、強度を、重視していくと。だから、ランチョンマットだとね、まあ、手軽に針と糸さえあればね、まあ、今回ミシンですけど手縫いでもできるんで、すごくねいいんじゃないかなっていうふうに思います。誰でもできます。で、今回、動画を上げるにあたって時間をねちょっと空いちゃったんですけど、前回の動画から。それでもね見てくださってありがとうございます。今後もねいろいろなことに挑戦して、頑張っていきますので、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いいたします。ではですね、また見てください。バイバーイ、またね。ピロン。あ、今からお茶会します。動画スタート。